皆さんこんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいます。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、先日友達の投稿を見ていて面白いのを見つけたので、そこからですね、ちょっと僕なりにですね進めてみた話があるんですが、何かって言ったらあるセミナーでこんな面白い話を聞きましたっていう投稿を見てて、あ、なるほど面白いなと思って、その内容を見たんですけど、それをさらに僕が、独自にアレンジしてですね作ってみたのを今日紹介したいと思うんですけど、こちらをご覧ください。はい、どんな人間がいるのっていう時に、人間はこの燃える燃やす人燃えない人など7つのタイプに分かれるんじゃないかということについて今日はですね考えてみたいなと思うんですが、これなかなか面白いですね。まず、丸一、一人目の人間のタイプとしまして、自燃自というね、言われる、自ら燃えて仕事をする人っていうのがいる。これは、多分僕はこの一に入ると思いますけど、いわゆるね、なんかやる気があるっていうようなものっていうのは、多分この一に入ると思うんですけど、なんであの人そんなにね、頑張れるのっていうような、その人のね、モチベーションというか、ストイックに何かやるとかですね、こういうものができる人って、やっぱり強いですよね。なんか誰かに尻叩かれたりとかしないで、自ら、燃やしていくことができる。まあ、自ら、その、薪なのか、何なのかっていうね、ものを、取ってきてですね、自分で燃やしながら、なんていうのかな。燃やしていくことができるっていうのは強いですよね。で、この人たちも、その、自分たちの燃えるものっていうのをどうやって作るかっていうことを常に考えてるんですよ。例えば、その、よく芸能人なんかさん、芸能人なんかは分かりやすいと思いますけど、その芸能人で活躍してる人の多くは、例えば小さい時ですね、親が、離婚してね、とか、生活がね、苦しかったとか、例えば、いじめられていたとかね。そういうののバネとして、今すごい頑張ってるっていう人多いと思うんですね。で、これは、結局そういったものを、燃やしてるわけですよ。自分たちの燃やす元を使ってる。で、これは、じゃあ、いじめられていたとか、例えばそういうことがあっても、それができない人は何でかって言ったら、それを燃やそうと思わないからなんですよね。その過去のことを、ずっとうじうじするんじゃなくて、それをネタにしたり、それを燃やして、芸の肥やしって言葉ありますけど、やって次のものをつなげようってことができる人。これが自燃自ですね。で、今度に、可燃自。周りに燃えて仕事をしてる人がいれば、一緒に燃えて仕事をする人っていうのが、これ確かにいますよね。いわゆる相乗効果っていうものなんでしょうかね。もしくはチームビルディングとか言ったりもするし、チームとして、一緒にね、頑張っていきましょうみたいな、チームワークですね、をやっていく人もいるし、例えば、ソロが好きな人もいるしね、グループが得意な人もいますよね。グループの競技が得意な人、ソロの競技が好きな人っていると思うんですけど、同じようなもので、お互いがお互いを意識し合いながら、お互いがお互いの薪をくべながら、仕事をしていくっていうのが、これ、可燃人っていうような言い方をするそうです。で、ここまではあったんですよ。これ3番目はあったんですけど、4番目以降僕が考えたものなんですけど、これが2番目ですね。確かにいますね。なので、悪く言えば人のせいにするわけですけど、あの人が燃えてないから私も燃えないみたいなね、こと言ったりするんで、本当は自分だけで燃えればいいんだけど、まあ、確かにこういう人います。っていうのが2番目ですね。で、3番目は、不燃人っていうことで、周りに燃えて仕事をしてる人がいても、自ら燃えないで仕事しない人。いや、燃えようよっていう話なんだけど、周りに燃えてても自分は、燃えないね、鉄とかでできていて、燃えないみたいなね。人いるじゃないですか。まあ、だから、これは、まあ、いい意味では、人の影響を受けないとも言えるわけですね。
自分のペースで、自分が燃えたい時に燃えればいいじゃんっていうことでもあるんだけど、まあそれでね、自分が燃えたい時に燃えればいいって、燃えてくれればいいんだけどね、燃えないから困ってるわけなんで、その、他人の影響を受けないっていう人もいる。これは確かにそうですね。で、この、まあ、1、2、3ってあなたはどのタイプですかみたいなことがあったんですけど、まあ、まだまだあるんじゃないのって考えたのが4番目以降なんですね。それをちょっと紹介していきます。4番目。少年時っていうのがいる。まあ、これ、まあ、別名で言うと、まあ、消化人とも言ってもいいと思うんですけど、周りのやる気を消してしまう人っていうのがいる。ね、自分が燃えていて、隣の人を燃やすことができないっていうのは、まあ、それはそれでいいんだけど、今度は燃えてない人がいることによって、その、周り、燃えてない人が、その燃えてる人のね、やる気を奪ってしまうというのは、ちょっとこれ迷惑ですよね。だから、その、可燃人、周りに燃えて仕事をしてる人がいれば、一緒に燃えて仕事するの、反対パターンなんですけど、周りのやる気を消してしまうっていうね、まあ、足を引っ張るというか、まあ、なんかね、サイコパスみたいな言い方もするかもしれませんが、まあ、こんな人いますよね、と。自分も仕事せず、周りのモチベーションを下げるみたいな、足を引っ張ったりとか、ね、そういうのをするっていう人ですね。確かにいますよね。まあ、この辺が、その、一人でね、会社をやってる人はいいんですけど、やっぱり、組織としてやっていく場合は、この少年人っていう人を、どういうふうにするか、まあなんかね、その隔離するのか、どうやってこの人をですね、燃やすのかってことを考えないといけないっていうのが4のパターンですよね。まあ確かにいますね。これが4です。で、今度5ですね。これ、因縁人っていうふうに書きましたが、まあ別名ですね。まあこれ、念っていう漢字を使いたかったんで、因縁ってやりましたけど、まあ、引っ張ってくることが、燃やすものを引っ張ってくることができるっていう意味なんですけど、まあ別の言い方すると、点火することができると言ってもいいかもしれませんが、自らが燃えて仕事をすると、ね、さっきもありましたけど、自ら燃えて仕事をするってとこでは、まあ自燃人と一緒なんだけど、周りまで火をつけて、仕事させる人っていうのがいます。これは可燃人ともちょっと近いんですね。周りに燃えて仕事をしている人がいれば、一緒に燃えて仕事をする人とも、まあ確かにね、近いかもしれないんですけど、これ、もっと極端な例で言えば、自分が、あ、そうか、それ6か。そうですね。まあ2にも近いのかな。周りに燃えて いれば、一緒に燃えて仕事をするっていうのは、自分が主じゃないということですよね。2の場合は主じゃなくて10なんですよね。人の影響で自分が燃えるっていうパターンですけど、2の反対側ですよね。5っていうのは、自分が燃えることによって他人に火をつけていく人。そうですね。2の反対ですね。というパターンが、ものです。5です。で、これは、水素ってあるじゃないですか。水素って、水素爆発ね、火をつけると水素爆発しますけど、その爆発的にね、その周りのものを燃やしていくことができるっていうのが水素ですよね。まあ、こういうような存在。まあその人自身が燃えることによって、さらにね、周りに、なんていうかな、一人いて二人目に燃やした時に二倍になるんじゃなくて、なんか二倍以上になるみたいな、ね、イメージですよね。爆発的にその火をつけていくみたいなタイプの人間っていうのいますよね。だからこれはなんか言い方を変えれば、なんて言うんですかね。リーダー的な存在というか、まあなんて言うんですかね。そのカリスマ性っていうのか、そういうね、まあなんて言うかな。口コミを生む人というかですね。影響力のある人というか、まあこういうような存在っていうのは確かにいますよね。でこのような、因縁時、まあ、転化させるのが得意っていうね、人もいるんじゃないかなというふうに思います。そして、6ですね。6は、難縁人というふうに書きましたが、これは、自らは燃えないで、火の強さを大きくし、周りの人へ仕事させる人っていうことで、酸素って書きましたが、例えば酸素っていうのは、酸素が燃えてるんじゃないんですよね。その、木を燃やすために、
木を燃やそうと思っているときに、その周りにある空気が二酸化炭素ばっかりだったら燃えないので、うちわとかで会うことによって、あれ何してるかって言ったら酸素を送り込んでるわけですね。酸素を送り込むことによって、酸素を燃やしてるんではなくて、木が燃えるわけですよね。燃えやすくなるために、火を大きくしていくために、酸素ってものがあると。だから、水素は水素が燃えてるわけなんですけど、まあ、そこはちょっと違いなんですよね。でこのような、自ら燃えないで、火の強さを大きくし、周りの人へ仕事させる人。これは、本当はね、本人も燃えてほしいよって話なんですけど、まあ、僕はよく例に出すのは、まあ、これ7にも当てはまるかもしれないんですけど、触媒っていう考え方で、まあ、科学の中で、いわゆる、化学変化っていうものが起きるわけなんですけど、その時に、その二つのものが一緒にあっても何も起きないのに、触媒っていうものを一緒に置いとくと、その二つの物体が化学変化するみたいなことがあるの、触媒って言いますよね。こういう存在の人っていると思うんですよね。まあ、その辺のことも含めですね、自ら燃えないで火をつける役目の人がいるっていうのが、6かなと思います。で、7ですね。7は、多年人というふうに書きましたが、これもちょっと似通ってるんですけど、自らが燃えることなくコントロールし、周りが仕事しやすいように制御する人って書きましたが、これどういうことかって言ったら、本人が半分火消し役なんですよね。燃えすぎないようにもコントロールする。ただ、火をつけていくっていうような、酸素っていうのは火をつけていくっていう役目しかないわけなんだけど、例えば7っていうのは、言ってみれば、何ですかね、なんていうのかな、壁みたいなもんです。壁。防火林みたいなもんです。こういうようなものを置いとくことによって、防火扉みたいなもんですね。なので、自ら、防火扉は燃えないわけですよね。でも、コントロールすることができると。こっち側の方を燃やさなくていいから、もっとこっち側の方を燃やしてね、みたいな、そういう、燃えないんだけど、よりいい方向に、燃えていくためにコントロールする人、みたいなのもいるのかなという気がします。まあ、こう分けていくと、本当にいろんなものが出てくるんですけど、で、コンサルタントっていう仕事は、まあ、この辺がいろんなものが入っていて、自ら燃えて仕事するっていうのは、コンサルタントが自ら燃えるってことなので、コンサルティングではそれはないんですよね。で、例えば、周りに燃えて仕事をしている人がいれば、一緒に燃えて仕事する。これはコンサルタントの人が頑張ることによって、お客さんもね、頑張ってるんだから私も頑張ろうみたいな、そういう、なんていうんですか、伴走型っていうんですかね。その、一緒に並走することによって、お互いが、走れるように頑張るみたいな。コーチもね、ただ車に乗って頑張れっていうんじゃなくて、一緒に走ってあげて応援するみたいなパターンが、まあ、2になりますかね。で、3はちょっとコンサルティングと全く関係ない話なんで、3はいいですね。で、4も関係ないですね。周りのやる気を消してしまうコンサルタントがいたら、これ最悪なんで、これはないですけど、で、5、自らが燃えて仕事をしつつ、周りまで火をつけて仕事させる人。これは、どっちかといえば、コンサルタントの仕事ではないと思うんですよね。どっちかといえば、社長さんとか、その会社の中の社員さんの中で、その、いわゆる、なんていうんですかね、中心的存在ですよね。ムードメーカーって言ってわかりやすいですか？ムードメーカーみたいな感じで、その、燃やすことによってね、太陽とか言いますよね。太陽みたいな存在とか言いますけど、こういうような人っていうのも確かに必要かもしれないですね。で、6ですね。自ら燃えないで火の力強さを大きくし、周りの人へ仕事させる。まあ、コンサルタントって仕事は、このような6の仕事もあると思います。そして、言い方は良くないんですけど、口先コンサルとかで言い方しません、ね。口で言うだけみたいな、悪い言い方をすることもありますけど、自らが燃えるんではなくて、そのアドバイスをするだけで、あとはその燃え方のコントロールをする、こっち側の方来ちゃダメだよっていうものを、いわゆるコンサルタントが、悪役になるっていうパターンですよね。社長が燃えてるんだけど、そっち側には燃やさないようにするとか、こういうような役目なんかもありますよね、仕事としてね。
このように考えてみると、自分はどういうタイプかね、ぜひ皆さんも考えてみると面白いと思います。インスパイアの2人でした。ありがとうございました。バイバイ。